皆さんこんにちは、ダダです。関西ロックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、三重県近鉄急行停車駅関鉄屋の旅、鈴鹿線編の最終回でございます。はい、終点。平田町駅でございます。はい。あのさ、鈴鹿市駅がこっちの名前にした方がいいんちゃう？そうやねんな。平田町って言われて、鈴鹿って思わへんからさ、あるんやもん、鈴鹿市駅。そうそう。鈴鹿市駅こっちでいい。まあ確かに、視聴者はあっちやったからな。まあまあな。まあということで、ここ、あの終点平田町駅なんですが、要はこう鈴鹿の市街の中心の駅になっておりますでございます、うん、で駅周辺も、まあ、今まで見てきた鈴鹿店の中でまあ一番お店を立ち並んどる感じではございます、うん、ここも駅の周りを1時間縛りで歩いていって、はい、何かしらこのグルメとか見どころとかあれば、うん、まあでもこの動画の見どころっていうのは街中ですから、はい、全部見どころなんですけれども、うん、紹介していきたいと思います。ということで忘れがち1時間タイマーをスタートして早速鳴るまで回っていきたいと思いますよ、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。まず大通りやうな。そうやな、もう大通り前やからな。さて岩石回っていこうと思うんですがや、うん、逆にこの都会都会してると逆に何もなかったりするっていうのが我々の経験則。そうやな。どうしてもこのチェーン店とかかな、うん、こう軒を連ねてしまうからできるだけこの地域でしか見られないもの、うん、そういったものを紹介していきたい な。で早速ここが幹線道路ですわ。わかんせく見てごらんよこれ。こっち行くとなイオンモールかな、うんうん、イオンモール行くのやめよな。やめる。イオンモール行ったらもうイオンになっちゃうからそうやな。でこっちがこんな感じ やっぱどうしてもこのチェーン店ゆずあんとかな、うん、どうしてもチェーン店が多くなってしまいますがなんとか探していきましょう。そうやな。ということでどっち行く。いやこんなまっすぐ行くって言ってもあるぞ。ありっちゃありやな。なんか幹線道路は言うて通るんやからさ、まっすぐ行ってみるか。そうやな、ちょっとなんかありそうやもんな見た感じ。上からか。高架があると道の先が分かりやすくていいな。確かに。こんな感じや。お店はいっぱいあるがあっちはイオンモールの方やな。でもやっぱりチェーン店っぽいぞ全部。ぽい感じのとこが多いな。多分このタイレストランは違うんやろけどなこのテイクアウトやってないから。よいしょ。おなんか早速タコスビアあるぞ。タコスなんかお持ち帰りできんちゃうか。やってんのかな。やってんのかな。ビアバーでも美味しそうな匂いするぞ。いやでも6時からや。あ6時からか。あ閉まってるわ。でもなんかありそうやぞ。うん。大関さん左見てごらん。白衣の天使があるぞ。お、ええな。君はあれやろ10回ぐらい来てるんやろでもあれやな、さすがと言っていいのかどうかわからんけど歓楽街やな。そうやな。スナックとかほらこっち側とかにスナックがな結構あるのよ。やっぱこの辺ホテルとかも多いからさ、あそこ泊まる人が来んねやろな。平田町前ハイツ。ハイツにこんなにいっぱいあるめっちゃ入ってる。前言ってたけどなんか鈴鹿ラーメンとかあったら入ろうや。そうやな。ちょっと時間的にラーメン屋縛ってるかもしれないけど、でもこういうとこで逆にワングルメって難しかったりするよな。うん。えげつないほど暑いな。暑い。今日32度らしいぞ。一旦水浴びしたいもんな。でもやっぱり一旦駅から外れてしまうとあれなんやな。あんまり景色っていうのは変わりませんもんそうやな。でも店はすげえあるよ。店はすげえある。でもな飲み屋が多いから空いてないな、お時間帯やっぱり。夜の街なんかもしれんな。我々やっぱり健全な。お、ジョクジョキャバクラやジョクジョキャバクラ酒飲めへんけど行ってみたいな。どんな感じなんやろ。でもやばいぞ、俺普通のキャバクラすら行ったことないのにいきなりデビューがジョクジョキャバクラっていうのもなかなか厳しいな。この辺のな飲み屋街というかテナントのところも準備中やな。せやな。ホルモン串、土手煮とかすごい名前の店やろ。どうかせっか見てごらん。肉の奴隷。あれやんな、単純に君のことやんな肉の奴隷ってだって食わんでいいのに肉つけるためだけに飯食ってるんだぞ君。確かにね。肉の奴隷ってことやろ。何カレーハウスドンってちょっと気になるな見たことないのがあるな。ココイチっぽい佇まいやけどな。ジェイ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 。え何にも見えてなかった。引く。バズ君引く。俺も引いた。バズ君こっち来ても失敗やったかもしれんな。何にもないな。何もないな。どっかで方向転換しようか。いや、いろいろあるんやで。あるけど、あの飲み屋街なんよな。そうやな、空いてないねんな。
じゃあ右行く？どっかで右でもあそこの幹線道路まで行くってなると遠いもんな。そうやな。この辺で見切りつけるか。曲がってみるか。うん。さすがにここ何もないと思うけど。何もないな。でもまあ向こうに抜けりゃ。そう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 。あるでしょうという。なんかこっち側来たけどなんかここ道変わってんな。歩道なんや。車通られへんやこの道。そうやな。これ何のとここれ。自衛隊とかじゃないのこれ。見てみこれ。ではないと思うな。さすがに。まあでもあっちには抜けれるな。うん、戻るか。だからこの三重県でいうところの繁華街的なところの駅っていうのはやっぱり飲み屋街が中心になってしまうから、うん、我々のコンセプト的に紹介できるお店は逆に少なくなってしまうというこのジレンマ な、まあ、前回も言ったけど鈴鹿ラーメンがあったら食べるからな。そうやな。そう、名前のやつがあればな、うん、いや絶対ないな。聞いたことないもん。30年近く三重県と関わってきて一回も聞いたことないもん、そんなラーメン。いや、ガンセ君、初手を見せたせいで大変なことになってるな。無駄なウォークが増えとる。ウォークが増えるだけだけど、時間が減ってるからな。坂田専用駐車場ある。あれやな、ベビーマタニティ坂田やな。そんな専用駐車場構えるほど来る。あー、涼しい日陰。日陰はいいね。さて、戻ってきたけど、どうすっかな。いや、だってなんたって鈴鹿線最後やぞ。ここはなんかいいの紹介したいやんか。せやな。鈴鹿デラックスみたいなパフェないんか。なんやそれ。2キロぐらいのパフェ。さあ結局時間かけて15分ぐらいかけて戻ってきてしまったわけやけど、どうすっか。こっちに行っちゃうとほんまなんもないねん。見てもらったわけけどほんまなんもないよこの通り。こっちはまあ何かしらあるはあるんやんな、うん、だからさっきのも無駄な動きではなく、こっち行っても何もないことが分かるわけ、分かったわけだから、こっちからしゃあないよな。ベビーカー買ったのか。乗るか、ベビーカー。押したるぞ。押してくれるなら買う。いいんか君、恥ずかしくないんか。ベビーカー押されてよ君が。もう恥ずかしくねえよこんなん。だからこの辺にいっぱいあるけど、この辺はなんかチェーンとか居酒屋とかやもんな。うん、ワングルメを食うようなとこじゃないもんな。まあ、で戻駅前に戻ってきてしまったわけやけど。だからこう真っ直ぐ行くしかないよな。せやな。なんかあればいいけど。ちなみに約20分無駄にしてるからな。あと残り41分。君の行きつけの風俗の白衣の店主を見つけただけだったな。内緒にしてたのに。いやまずいな。意外に繁華街の方が何もないぞマジで。マジでこうチェーン店と居酒屋ばっかりやな。あでもこんなんあるな、海鮮。あ、でも準備中や。こんなんばっかりや。ランチ完売。海鮮のせすぎ丼が1500円なんやで。ええな。こんなん絶対欲しいやん。そりゃ終了するわ。いや、残念。残念。もうこの辺でお茶を濁したかったぞ、これ。なんかないかな。都会なんやけどな。めっちゃ都会。当社費ではあるけど。もうガンセ君、あんまり当社費使う方がいいで。当社費って言っちゃうと、名張駅前都会になるから。いやでもな、ガンセ君、天気最高や。天気はめっちゃええねん。最高と言っていいんや。でもな、我々は常日頃思うねん。曇りでいい。曇りでいい。マジで曇りでいい。雨降りそうなぐらいの曇りでいい。そう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 。でも雨は降らんといてほしい。そう、ギリギリ降らへんでいいねん。あ、元祖手羽先風来坊。これチェーン店やんな。でもめっちゃチェーン店や。くそー、お持ち帰りできんのにな。こっちに行ってもスーパーホテルとエースしかないもんな。せやな。ラブリーか。いやー、ほんまなんもないな。なんもない。もう鈴鹿ハンターまで来てしまった。いや、いろいろあるんやで。我々が思い描くお店がないね。そう、だって朝尾あるんやから。知らん知らん。そうやな、俺も言うてみたけど、何や朝尾って。あ、探してもらおうか、やる気スイッチ。ないのよハンターって。なんなんか鈴鹿のショッピングセンター。ショッピングセンターか。ちょっとハンター見てみる。ハンター見る。ハンターのその下のところにチェーン店ではないお店があれば。確かにな。それはそれでいいわけでさ。で、なんとか入ってる可能性はあるもんな。そう、まあ、中には入らへんけど周り見ようや。そもそもみんなハンター知らんねんから。マジで鈴鹿ハンター知らんの。知らん知らん。これがハンターか。おがんせくん、この画角から見てくれ。ハンターハンターや。ハンターハンター。おがんせくん、めっちゃいいやん。あれ見てごらん。音がいい。バンダイカラオケアニソン大量配信中。お、いいね。っていうかさ、カラオケなんてさ、全国統一で曲一緒なんちゃうの。うん、多分一緒。お、ガラス、いきなりあるぞ、これ。これコットンメロンってのはどうなんや。メロンパンや。
どうもこれは全国かここだけか分かんねえな。よしここはちょっと調べて慎重に最後やから調べていこう。せ阿部野と鈴鹿が出てくるぞ。うわどう何も言えん感じやな。でもなここが一番最初に来んねん。マジで、うん、ここを言い張っていいんじゃないだろうかでもこれ見てみ、いろいろあるぞ。種類は多いな。もうメロンってなんやねんっていうぐらいもうメロンじゃないよ。そうやな、並んでるからね。でも安いで210円。そうやな、行くか。よし、え、こんなことできんの。ホイップクリーム、これちょっとやろうや。やる、これやろう。プレーンメロンパンをこれにしようや。おう、プレーンメロンパンとホイップクリームのやつにしてもらう。フレンチホイップを入れたら、はい、で、あとは紅茶のやつを、これは普通で。これってな、大阪と鈴鹿って書いてあったんですけど、なんか一番上にここが来るんで、メケだとここしかない。交換するメケやとここしかないらしい。マジで。だからここはもう紹介しといていいよ。名店で食べたかったらここに来る。そうやな、コットンメロンパン。あー、関節くん、娘たちやってくれるかな。まだ早い。君も父の日に何か。おらんからね。あれ君、子供おらんよ。え、おるか。え、いくつやっけ君。17じゃあおらんわなんかかわいそうだな君、17でその見た目なんやそれちょっとかわいそう、まあ、確かに17にしたらおっさんよこれで17なんとこれで36なんどっちがいい君。いや17の方がなんとかなるから17の方がいいよ20歳老け顔やけどさあ関瀬君もらってきたぞ。すごいぞこれ、結構おしゃれやぞ。流行るぞこれ、これから来る。あ、これから来るの。これからの流行や。このメロンパンやコットンメロンの、お、すごくないかこれ。クリームぎっしりでこの映えるやろ、ラスク挟んでくれて。これが流行らんかったらなんであんなパンケーキ流行ったか分からない確かにね。で、もう一つがこのすんげー紅茶の匂いする。確かに。このアールグレイのメロンパンや、うん、うわ、うまそう。いただきます。すんげー紅茶、表面カリッカリ。これが230円で、これ210円に150円プラス、うん、なんかしっかりとした店舗で専門でやってる割には安いよな、うん、230、これ230円って安いよ、うん、ふわふわやしな。よし、糖分取れたし行こうか。うん、さて糖分補給したところで、うん、こっち方面に行った方がいいってことかな。じゃあかなあ。おう、関瀬君、このロッテリアっていうのは鈴鹿にしかでもな、ロッテリアっていうのはな、関瀬君、多分名店でないわ。鈴鹿ぐらいにしかないぞ。だいぶなくなってるからな、うん、昔はな、名張にもあったんやけどな、うん、ジャスコの中にな。そう、俺結構好きやったんやけどな、ロッテリア。わかる。あの、魚花火ってなんやろ。海鮮酒場って書いてあるぞ。酒場か、うん、居酒屋やな。うん、こういうとこやって、魚花火美味しそうやけどな。なんかな、居酒屋が多いな、やっぱりな、うん、ハンターっていうのは電気はこんな感じや。さてさて、居酒屋ばっか紹介しながら残り、20分を切っておりますな。おお、ほんまにあれやな、何もないんやな。あんなこと子供たちが水浴びしてるけど混ざってくるか。めっちゃ混ざりたい。多分な、君が混ざると通報されるんや。そうやろうな、あの子供らと年収一緒やのにええやんな。お、いや、下手すると負けてるかもしれない可能性ある。いや、マジであれやな。ないな、ないな、何ってないな、ほんまに。お、まずここで学べばいいですか。中小中高5教科対応してるから。学習型療育専門って書いてあるぞ。なんやそれ君、療育してもらいねえよいや、もうここを越えたら何もないな。ないよな。なあ、曲がるか、ちょっと曲がってみっか。完全に何もないもんな。いや、ガチでガチでやで、ガズくん、こんな何もないと思わなかったマジでな。なんか腹いっぱいになって死ぬかなとぐらい思ってたところは、うん、何食わされんねやろなとは思ってた。ないんや。なんもないな。びっくりするな。いや、まさかこんなことになろうとは。でもあのスーパーホテルだけはずっと見えてるそうや方角変えてずっとある。もしかしたらあのスーパーホテルがものすごい重力を放ってるかもしれないだからどう頑張ってもあの辺の周りを回るしかなくなってるんや。衛生状態や。とんでもなく住宅街に入ってきたな。せやなこんなこと想定してた、ガズ君。全く。こんな住宅街に入り込むなんてことあると思ってたすごいな、気抜けば住宅街入れてくるな、三重県っていうのは。でも中川さん、ちゃんとな、居酒屋はあんねんで、こういうとこでも。お前やな、ザザ。お前すぐ右曲がれて出てないしどういうことやろうな。とりあえず向こうドンツキやから、ドンツキまで行くか。せやな。さて、なんか道に出てきたけど、カフェカブやで、カブ、カブのカフェや。
お、ガンセ君、これはあれじゃないか、あるんじゃないか、ガンセ君見つけたか。カブといえば鈴鹿。確かにな。カブといえば本田なんやけどカブ置いてあるな。カブやで。え、これは珍しいんじゃないか。入るか。入ってみるか。な、これあのガンセ君な、時間的になあと9分しかないね。これラストやぞランチやってるし。終わるな。なんか最後に変わったとこ見つけたな。いやすごいぞこれ。店内もこんなんでカブ置いてある。すごいな。なんか倉庫みたいな。こんな感じ。いやよかったよかった。お、風くんやりましたな。なったな。いやよかった。最後になんか面白いとこ見つけてよかった。そうやな。まあここで出てきたものを食べて終わるか。うん、鈴鹿製品終わりや。せや。もう来たね。これがな、これはでも本田の社食のカレーうどんらしいで、うん、でこっちがなカレーボナーラです。おしゃれ。食べてや。どんな味か。う違うのかな。やっぱりご飯入ってる。ご飯入ってるすげえ炭水化物爆弾やすんごい滑らかなカレー。だしとか効いてる。いや、だしっていうよりもなんちゅうんやろな、カレーそうなんや。ではいわゆるカレーうどんのカレーではない。カルボナーラは普通のカルボナーラやな。でもシンプルやんな。シンプルイズベストな。いただきます。わあ、さっぱり。おお。いわゆる最近の流行りの、最近の流行りのやつさ、なんかすっげーチーズや。うん、あっさりしてる。おお。あのさ、夏場はこっちの方がいいぞ。そうやな。持たれるからな。なんでこれ。そこ全部ご飯なの。麺食ったらすんげーご飯出てくるの。こういう仕様なんやな。君を見て追加したんじゃないよな。これ結構重いよ。まあバイク乗ってると疲れるから。そうやな。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。しっかりいただきました。はい。いや、すごいボリュームやったなこれ。多かった。いや、最後大満足になったところで、うん、締めるか。そうやな。はい、ということで三重県近鉄急行停車駅関西線の旅鈴鹿線編の、はい、最終回の平田町駅を紹介してもらいましたが、はい、途中どうなることかと思ったけど、せやな、最後の最後に鈴鹿にしかないであろうものを見つけることができて、うん、助かったな、うん、あれな、いろんなテレビ番組とか芸能人の方も来てて、であそこだけじゃなくてなんか上もなこういう感じで座敷があって、ほう、昭和モダンな感じなんやな、はあはあはあ、コンセプトとしては何なのな。カブと、ただカブはめっちゃ置いてあった。カブめっちゃ置いてあった2階に。だからね、バイク好きの方はね、一回行ってみても面白いかもしれない、うんうん、まあ、ただいかんせん、あの社食のカレーがほんまに社食のカレーなんかはホンダの社員じゃないから一生分かることない。せやな。ということで近鉄鈴鹿線が終了しまして、はい、次回いよいよ名古屋線の本線に戻ります。お、次行くのもまた鈴鹿市ではございますが、うん、白子駅でございます。ほうほうほう。特急も止まる大きな駅でございます、はい、その辺がどんな景色というか風景というかどんなグルメが待っているのか、うん、お楽しみに。はい、ということで三重県近鉄急行停車駅関西線の旅鈴鹿線が終わりました、うん、次回から名古屋線の方に戻ってまいります。自分たちの最寄り駅がどんな紹介されるか早く見たいなと思った人は声がちゃんだとぜひよろしくお願いします。また、この辺で失礼します。ありがとうございました。